はい、皆さんこんにちは。本日は、遠藤春馬社長までお越しいただきましてありがとうございます。昨日安倍総理が自民会議に対して辞任するという会見がありました。まだ解散が決まっているわけではでもないですけども、やはり日本新聞が国政政党として、衆議院選挙のマニフェストをまとめないといけないということで、作業してまいりました。その中で皆さん方にもしっかりとご意見を伺って、中に入れていきたいということで今日は集まりいただきますのでよろしくお願いいたします。それでは浅田政調会長からまずご挨拶いただきたいと思います。皆さんお疲れ様でございます。浦野代表の方からお話ありましたけれども、全国からお集まりいただきまして本当にありがとうございます。今日は地方のと言っていいのかな、全国の皆様方の、ご意見ご意向を聞かせていただきまして、まず日本維新の会政調会で素案の原案みたいなやつを作りまして、お手元に配布させていただいております。でそれを見ていただいて、事務局の方から説明いたします。でそれに対してご意見をいただくという流れで進めさせていただきたいと思っております。で冒頭ですね、皆様方に申し上げておきたいのは、今まだその渦中にありますけれども、新型コロナウイルス感染症が全国に蔓延していると、そういう状況にありまして、この2月3月からずっと流れを追っていただきますと、一つ話題になったことが、各知事さんが活躍していただいていると。例えば手前味噌になりますけれども、大阪モデルとかね、患者数が何になって陽性者数が何になったら、どういう判断をすると、行政としてどういう対応をすると、であるいはこれ全国に先駆けて、例えば兵庫県と大阪府の往来を止めると、で一体これは何をしてるんだろうって最初は思われた方はおられるかもしれませんけれども、結局ウイルスというのは人が媒介するということですので、人の移動を止めるというのが感染拡大につながるんではないかということから、まず兵庫県と大阪府で大阪府が主導してその人の往来を止めたわけですね。でそれがやっぱり効果があるっていうことが分かって、ある意味その地方が先導して国の政策を、導き出したと。で補償に関しても同じです。休業を要請するからには補償とセットでしょうということを当初から言い続けてまして、でこれは新型インフルエンザ等感染症、新型インフルエンザ等特別措置法ですか、という法律があって、それの改正につながるわけですけれども、その提案は、維新の国会議員団としてずっとさせていただいております。で問題になっているのは、国の権限と地方の権限、全部国が決めるよりも、むしろ地方で決めた方がいいんではないか。で権限と財源を地方に利用させた方がいい部分があるんではないかという、これは問題提起を僕はずっとしていたやつが、このコロナ禍を機会に一つ具体的に出てきたと思います。でそういう点に関して皆さん方やっぱり考えておられることがあろうかと思いますの でそういう点をお聞かせいただきたいと。それからですね、これ日本維新の会、一党の原点で地方分権ということに関わってくるわけであります。それからもう一つはですね、この本当地方の改革、この11月1日に大阪都構想の住民投票が、予定されてます。でご承知の方あろうかと思いますけれども、昨日の大阪府議会で、71対15、大差で、その協定書案が可決されております。あと大阪市会で同様の差の議決をいただいて、で住民投票という流れになるわけですけれども、これは明治5年に愛知県というのがあって、ずっと三層制で来ていたと
で 国と都道府県とそれから市町村という自治体があって三層制であって、で国がみんな決めると、で国 の省庁別縦割りの行政が市町村にまで貫かれていると、でフルセットでみんなやるということですが、そのフルセットで果たして市町村でやっていく必要があるのかどうかということに関する私たち の異議申し立てです。で、まあ、大阪と大阪市という特殊な関係が背景にあるんですけれども、例えば大阪府という、まあ、広域自治体の中に大阪市という政令市があるとどういうふうになるか、それぞれその広域行政というのは特にやるわけですから、全然その方向性の違う副議長が市長と知事が出てくると、まあ、とんでもないことになってしまう。でその挙句の果てが、まあ、大阪の貧困化っていうのと大阪が、まあまあ、反映しなかった、そういう、まあ、結果になってしまったわけであります。でその反省に立ってその広域の行政は一元化するべきではないかと、皆さん方の地域で、ね、知事と市長が別々の道を作ると、でそのつながっていないと、そういう道を作りましょうというというのに市議会は賛成、区議会は賛成で、全然つながらない道ができてしまう。そういうことを端的に言うと、まあ、大阪ではやってきたわけです。で皆さん方の地域においてそういうことがあるのかないのか分かりませんけれども、とにかく待機児童の問題なんかだけとってもね、待機児童なんて存在しない県があります。で都市部、東京とか大阪とか非常に多いところもある。でそういうところを10回と人から言うね、文科省あるいは厚労省がこうしましょう、だから講演したらっていうふうに決めるのはこれはおかしいではないに違いますかっていうのは僕らの意義申し立てです。だからそれぞれの地域で医療においてはそのオーダーメイド医療というのが進んできてますけれども、そういうそのオーダーメイドすなわち住民の皆さんの意見を即反映させている行政を展開できるような行政の仕組みを私たちの力で作り上げていきましょうというのが固い言葉で言いますとね、大阪都構想の原点なんです。だからそこで、参考になることを、まあ、いろいろあろうかと思いますので、そういう点を、まあ、学習していただいてですね、皆さん方所属されている、あるいは暮らしておられる地域で、文献そして地域から地方を作っていく、国からの粛清ではなしに地域から地方を作っていく、そういう運動をこれからも盛り立てていく、その、まあ、屋台骨となるような政策の集まりでございますので、十分ご議論いただきまして、で基本的に関しましてご質問いただきまして、皆さん方のご意見をできるだけ多く反映させて、次の衆議院総選挙を戦いやすい、皆さん方が本当にその心から訴えることのできる政策の体系というものにまとめ上げていきたいと思っておりますので、ご協力のほどどうぞよろしくお願い申し上げます。以上でございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。